はい、皆さんお疲れ様です。FM ケンチャンネルです。今日の話はですね、植木職人なんですけれども、他のね、その仲間とかですね、あと後輩ですね、一緒に働いてくれてる人たちのこと褒めてますかっていうね、話しようと思います。僕結構ね、褒めるんですよね、人をね。ですんで、皆さん褒め慣れてない、褒められ慣れてないっていうかね、ちょっとびっくりしたような顔をして、でも嬉しそうな顔をしてくれるんですよね。で、僕ももともと褒める習慣っていうのはなかったんですけれども、だいぶ昔にね、そう、人を褒めたらいいよっていうような、そういうなんか本に書いてたんですよね。で、やってみようと思ってね、実際にそういうのを褒めるということを意識して生活してるんですけれども、すごくね、人間関係良くなりますね。で、僕に関してね、思い起こしたら、やっぱこう職人の世界とかね、結構こう厳しく指導されたりとかね、怒られたりするんですけれども、今思い返したらやっぱね、怒られた時の記憶ってね、その恨みしかないですね。思い返してもね、あんだけ言うてもらったから今があるっていう考え方もあるんですけど、その怒られた時の記憶だけをね、こう辿ってみたらね、やっぱり恨みつらみしかないですね。それよりも、褒めてもらったことっていうかね、の方がすごくいい感じにこう記憶に残ってますね。ですんで、その褒めるの反対は怒ることなんですけど、で、職人の世界ってね、結構怒り散らしたりしてるんですよね。で、それがね、当たり前みたいな感じになってるんですよ。なんでか言ったらね、その当たり散らす人も昔先輩に当たり散らされたっていうね、経験があるんでね、それの連鎖ですね。やられたからそれが常識やと、で、その通りに受け継いでするという感じにね、方程式が成り立つんですけれども、用ないですね。指導、怒ると指導は違うんでね、そこをしっかり見極めないとね、いけないと思うんですよね。で、その教えるって別に怒る必要はないんでね、これこうなったらこうやからこうした方がええよ言うてね、ゆっくり丁寧にね、指導するということで、別に怒る必要はないんですよね。で、そのなんで怒ってるかって言ったらね、もともと怒ってるんですよね、怒る人は。もともと機嫌が悪いんですよね。で、それのはけ口としてね、指導という大義名分を使って怒るというのがね、多いですね。ですんで、職人の世界ね、怒られて当たり前やとか、怒るのが当たり前やとかね、これが指導やって思ってる方もたくさんいるんですけれども、恨みしか買わないですね。でね、怒られる方もね、用ないですね。やられっぱなしなんでね。じゃあどうしたらいいかっていうことで、ちょっとね、今回ね、アドバイスしたいんですけれども、よく怒られる人ってね、指導されてるんじゃなくて、もうただただストレスのはけ口としてね、怒られる人っていう人がね、するべきことはですね、相手を見抜くことなんですよね。どういうことかって言ったらね、この人ほんまに自分のためを思ってね、指導のために言うてくれてるんか、
それとも、ただただ機嫌が悪いから、そのストレス発散に怒ってるんかっていうのをね、しっかり見抜くことが大事なんですよ。で、どうなるかって言ったらね、ちゃんとそれがね、見抜けてる人はね、そういうことされなくなるんですよね。ですんで、今度はね、もしそういう方がいたらね、怒ってる人にね、この人、俺に物を教えてようとして言うてるんちゃうんわ、ちゃうやと。ただただ今日なんか出かけにかみさんと喧嘩して機嫌が悪いんやとかね。そういうのをしっかり見抜いて、接するんですよね。じゃあね、不思議なことにね、相手って辞めるんですよ。バレてるから。怒ってる理由が相手にバレてるからできなくなるんですよね。まあちょっとね、そういうちょっとなんか不思議な話してしまったんですけれども、相手をしっかりね、この人ほんまに僕のために言うてくれてるんや。か、これたまたまなんかこう、パチンコで負けて機嫌が悪いんやとかね。それをしっかり見抜けるようになったらね、相手ね、できなくなるんですよね。見抜かれてるんでね。まあ、ちょっとそういうね、不思議な話になってしまったんですけれども、相手を褒めるっていう、ことがね、まあ、怒るの逆なんですけれどもね。職人さんもね、あんま褒めすぎたら天狗なるんちゃうかとかね。なんかこう、褒めないっていうのもちょっとなんかこなんでしょうかね。その職人の世界の常識っていうか、ちょっとやそっとじゃ褒めへんぞみたいなね。まあまあやなとかね。まあそういうのもなんかあるんですけれども、もう素直にね、ようやったなとかね、めっちゃうまなったなとか、めっちゃ綺麗なとか、うわ俺この技術ないわとかね、すごいな助かるわとか、そういうのをやっぱ素直にね言うっていうことはね、すごい大事なことなんじゃないかなってね思いますね。すごいね、この褒める人間と褒められたい人間のね、この需要と供給のバランスがね、全然成り立ってないのがね、日本なんですよね。褒めない文化っていうかね。褒められたい人は、もう全国に5万といるのに褒める人が少ないんですよね。需要と供給がね、うまいこと言ってないんですよ。で、現代の人間ってね、褒められたい、認められたい、自己需要感っていうんですかね、そういうのを求めてるんですよね。それはね、欲求じゃなくてもうね、渇望なんですよね。渇望してるぐらいですよ、みんなね。渇望っていうのはもう飢えとかね、そういうレベルですね。ですんで、そこをね、ちょっと満たすと、すごいなって。素直にね、おべんちゃらじゃなくてね、この人頑張ってるな、また頑張ってんなって、いうことによってね、すごくね、いい人間関係になっていくんですよね。これもなんか、本に書いてたんですけどね、昔の将軍様ってね、殿様ってね、家来とかがたくさんいたんですよね。で、その中にはね、もちろん将軍様よりも、全然剣術が強いとかね、まあ、戦略、軍師みたいな頭がいい人とか、もう山ほどね、部下にはいるんですよ。でもね、なんでその殿様がね、殿様でいれるかって言ったらね、その家来を褒める器があるんですよね。お前、ようやったな、この前の戦でとかね。器量ですね。相手を褒める器量があるんですよね、殿様ってね。じゃあね、昔の戦国時代どうやってたらね、もう褒められただけで、まあ、今度の戦で俺死んでもええわとかね、思うぐらいのレベルやったみたいですよ。ですんで、会社でね、社長やったり、親方やったりとかね、したら、下のもんね、うまなったなとかね、
暑いのに頑張ってんなとかね、そういうね、ちょっとね、いつも思っててもね、言うてないことたくさんあるんでね、そういうのをいっぺんちょっと素直にね、こう口に出してみてはいかがでしょうかというね、ちょっとね、話をね、させていただきました。はい。ね、日本はね、人褒めない文化なんでね、逆にね、そのすごくね、引っ張りだこになると思いますよ。だって供給がね、伴ってないんでね。だからその褒められる努力はみんなするんですけど、褒める努力をしてないんですよね。で、褒められる努力よりもね、やっぱ褒める努力の方がね、楽なんですよね。で、人に喜ばれると、人に好かれると。で、最後にその大切なのはね、自分が何もせんと人を褒めてばっかりおったらええんかって話じゃなくてね、やっぱりね、その褒められるにも、あの人に褒められたから嬉しいとかね、この人に褒められるとか、褒められたから嬉しいっていうのはあるんですよね。まあ、ちょっと全然例えがね、うまいかどうかわからないんでごめんなさいなんですけど、まあ、YouTube で言うたらね、そう、チャンネル登録者数がね、10人ぐらいの人に、あなた YouTube すごいですよって褒められるよりも、100万人ぐらい登録者いる方にね、あなたの YouTube 素晴らしいですよって褒められるのって、そら100万人いる YouTuber に褒められた方がもちろん嬉しいじゃないですか。それと一緒で、どういう人に褒められたら嬉しいかなっていうのを考えて、じゃあ褒められたら嬉しいと思われるような人になるね、日々の、努力っていうかね、そういうことはね、大切なことだと思いますね。だからあの人に褒められて嬉しいなって思われるような日々の言動とかね、仕事に対するその努力とかね、技術向上とか、そういうのをやっぱりやっていかないといけないなっていうのはね、もちろんのことだとね、思ってますという、はい、ちょっとこんな話をね、ちょっと今回させていただきましたですけども、まだまだね、残暑も厳しく、なんか台風も来るみたいなんですけどね、皆さん、お体ね、大切にされて、毎日ね、少しでも楽しくね、生きていけるようにね、やっていきましょうということで、はい、今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。